今日の近藤健介さん。ひろしが頑張って考えた本日の打順。キャッチャー外とかもう負けかく。今日に限ってはキャッチャー峰井の方がいいだろ。正捕手クソ。2番立つる本当にやめてクソ。クソヒゲやめろ、今すぐやめろ。これで配球悪くて打たれても高橋霊を抹消するんでしょ。お前の勇気見せろや、クソヒゲだるま。2軍で高橋霊、峰井バッテリーが機能してたの知らないのか。高橋霊がどこまでやれるかによるな。今日は近藤健介さんの第一打席、セカンドゴロ。近藤でイケメン待機。ブサイクさ、恩返しやめてな。近藤には打たれたくねえす。ああ残念。7円。ワンアウト1、2塁のチャンスで馬主さん、得点圏の柳田はうんこ。マサゴさ、いい加減にしろ。得点圏柳田さ、またゲッツーか。ゲッツー祭りやな。得点圏のギータはマジで信用しちゃいけん。三振という最低の最低限すらできなかったな。うまかわんからや。また併殺かよ。これが3割バッターの姿か。7月好調やったのに守らせすぎて冷えてきたな柳田。うんち。柳田さん、チャンスに打ててないので1番での起用はいかがです。本当に得点圏での期待値低すぎやろ柳田。近藤に攻めて回せよ柳田。ギータ何してんねん。 DH じゃない影響絶対あるよな柳田。そもそも近藤に試合中いきなりセンターさせるから怪我してこうなってるから藤本のせいやけど。藤本の顔って面白いよな。柳田のせいで流れ最悪だわ。柳田は清宮さんの自主トレに参加させてもらえ。高橋霊さん、ツーランホームラン打たれる。ああ、打たれちゃった。なんで急高めストレート要求するや。行きました。高め投げるのってリスクあるってわからないのかな貝野くん。ほらほら、貝じゃない方がいいじゃん。これでトレードとかなったらかわいそうよ。あれば嫉妬だろ。貝は責められん。高橋霊、やはり2軍の帝王で終わってしまうのか。高橋霊ツーラン打たれたか。味方のゴミみたいな攻撃見せられたら乗っていけないだろ。高橋霊にストゴリで被弾とか何も変わってないねお前。近藤健介さんの第2打席、センターフライ。マジでランナー置いて近藤に回せや。解説のたらればえぐいな。解説の言う通りなってくさ。こんちゃん追い込まれてもフルカウントまで持ってくのすごいね。ランナーなしで近藤とかマジで無駄や。これは7億のフライ。五十嵐さんと柴原さんがこんちゃんをベタ褒め。追い込めるけど打ち取れない。前に飛ばしてくれよと思って投げるときっちり打たれる。僕らだと1球は振りそうな追い込まれてからの際どいボールを本当に振らない。カットもする。7円。柴原、藤本監督は近藤の後に得点圏に強い打者を置きたいから柳町。ノーアウト1、2塁のピンチの場面。ああ大ピンチ。軍事すげえな。龍の未来ありがとう立浪和義。日替わりで立浪組が活躍してない。サンキュー立浪フォーエバー軍事。よし、ワンアウト。ゲッツーで終われ。矢沢ライトフライ進塁だ。ワンアウト三塁一塁。うんこな。高橋霊が悪いのか、貝との相性が悪いのか。二軍で三冠と言っても一軍じゃんって感じ。なんとか踏ん張って。そういやキャッチャー見ねえじゃないのか。高橋霊を上げるために二軍に落としてたのかと思いきや。なんで高め要求ばっかりするんだろう。あかん、もうコントロール期間。アリエルアンダーはどうなんやろ。シルエット打法見せろ。頼むよマジで、ここは無失点でしのいでくれ。会話進化を今思い出したのかな。うん、四球連発しなくなっただけマシやけど、結局二軍のレベルが低いから抑えられてるだけやな。セリーグにトレード出した方が良さそう。ライトゴロの間に1点を失う。柳田うまいわ。まあ仕方ない。ライトゴロか。柳田うめえ。ライトゴロきた。まあこれはむずいわ。柳田がうまい。くそ。高橋霊さん、また被弾。終わりやね。はい、阪神でも頑張ってな。試合壊れてしまった。バカ、何も変わったらこいつ。トレードしましょう。グッバイレイ君。何が2軍で月間 MVP だよ。何も変わってないやん。高橋ゲンドラや。やっぱ無事高橋レイはオワコンになってた模様。レイ君、何度チャンスもらえれば復活するんや。負けです。まあこんなもんでしょう。地球ないだけマシか。お前変わらんかったな。激甘ボールや。レイどこも変わってねやん。19じゃ無理だって何回言わせんねや。カイのリードも高橋レイの制球も全然ダメやん。高橋レイとカイは合わんって。ストレートでガンガン押してた時のイメージでやっとるんやないの。ミネイとかに組ませろ。高橋レイ中にドラへ。これはゲンドラレースが加熱するな。新人王がまさか数年で2軍の帝王になるとはな。この調子じゃ今年のオフには現役ドラフト業かね。
2軍で月間 MVP 取ってもこうなるって本当にわからねえ。1球速報しか見れてないけど高めのストレートも使ってる感じなのに。甲斐の高橋霊世代はどうしちゃったの？阪神とトレードで誰かいい選手もらおうぜ。高橋霊も悪いけど2軍で良いって言うなら甲斐以外と組ませるって考え首脳陣にはないのかしら。味方が点取らんのもいかんけどな。高橋霊さん、さらにさらに被弾。やはり高橋霊やな。ただの抜擢でござる。来季は背で頑張ってくれ。賞味期限切れのアンダースローはどうやっても復活は無理や。悲しいけどもう二度と霊は抑えられんよ。ウエスタンで無双してても現状ウエスタンのレベルが低いから何とも言えない。イースタンと雲泥の差。ここまで来て動かないヒゲってなん。カイトの相性も悪そうやけどそれ以前に球が甘い。まあ今日はいいや。カイト組む時点で分かってた。ほんま首脳陣無能やな。無能藤本がさっさとやめろ。投手コーチもな。グッバイレイ君、阪神で頑張れ。ボコボコやね。高橋レイもダメか。二軍で無双状態やったか期待したけど。ああ高橋レイ、これは阪神入りか。高橋レイもうダメだろ。高橋レイは絶対メンタルなんだよな。自信のなさが出てる。近藤健介さんの第3打席、空振り三振。近藤休めよ今日は。さて問題のブサイクだ。次の近藤まで耐えたら SSR 伊藤やな。恩返しいらんからな。近藤も苦しいだろうな。この登場曲聞くたびに脳が破壊されるから登場曲変えてくれや近藤。コンチヤンハここからがめんどくさいんよ。敵にしたらほんまに厄介や。なんだそれ。得点圏近藤だ。何や最後の三振は。わあぶっさ。7円。これは SSR 伊藤。今日はギータのゲッツーで流れが完全に変わったな。7億の三振。シーノさん結果を出す。レイはゲンドラトレードやろうけどシーノは普通にクビやな。ああもうめちゃくちゃだよ。笠谷が落ちてシーノが残ってるのほんまきさ。お前ら近藤のお言葉忘れんなよ。勝つときは大差な。これはつまり強いチームの負け方やな。シーノさんさらに結果を出す。シーノ正直もうきついよ。シーノお前は何ができるねん。シーノももう戦力外かな。とりあえず高橋君がシーノはもう筑後から今季上がってこなくていいです。バッピがたくさん。やっぱ使えねえなこいつ。登板したらしっかり結果を残すシーノ。シーノなんでまだ一軍にいるのか本当に分かんない。一軍とかそういう話じゃなくもうプロのレベルにない。シーノは論外だろ。いい加減にしろこの雑魚どもが。ほんまイライラするヘボピッチャーばっかやな。敗戦処理の試合でも盛り上げてくれるシーノ。シーノさんさらにさらに結果を出す。典型的に弱いチームの勝ち方で草。シーノ高橋霊より悪くて草。正直シーノが良かった時の記憶がない。シーノも明日には登録抹消だろうな。高橋シーノにさよならバイバイ。シーノ毎回こんな投球して何も成長が見られん。近藤健介さんの第4打席、7億の威圧感でフォアボール。近藤まだ出てんのかよ。最悪このブサイクは歩かせろ。イケメンサスコン。しっかり出塁する近藤偉い。コンちゃん粘りの死球。近藤内戦。イケメンのお散歩。試合終了。ひどすぎる完封負け。負けほ。今までの現地で一番ひどい負け方やったな。明日勝ってカード勝ち越しにしよう。完封負け、お疲れ様でした。どうして完封負けしてるんでしょうか。負けてる余裕ありましたっけ。 CS も怪しくなるぞ。負けほ。何がしたかったのかわからない試合だった。絶対に3連勝できないクソチームだな。7安打で無得点とはひどすぎて草。日ハム相手に3立てできんとかもう CS もきついで。雑魚。高橋レイとシーノが打たれて負けとかいう普通の結果。クソチームが。最近の負け方がひどすぎて次見る気がうせる。ああイライラすんな。アキラいい加減休ませろ。投手もゴミだしヒットも単打のみだし良いとこなしや。今日見に行った人はお疲れ様。リチャードは変化球に全く対応できてないんだな。高橋レイ四死球0被安打10。何をやってきたのか。ソフトバンクの2軍で結果出してるやつなんて1軍で結果出せずに使われないだけなのに。他球団行ったらどうこうとか結果出しても1軍で使わないとかアホなこと言うやつ多いよな。武田の好投以外見どころない試合やったな。現地のファンが気の毒。つまらんぞ。大竹二世になる予感。アキラマルチって正直秘宝やろ。惨敗なのに打ち上げ花火で草。とりあえず令和上林と一緒にゲンドラ出品やね。シーノは普通にクビ。想定内の結果。先発ゴミしかおらんくて草。ほんと藤本って天才的なまでに無能なんやなって。
負け試合だとしても何一つ次につなげようとすらしない。クソが